みません、はじめまして、AKB48 の総監督の中井純也です。よろしくお願いします。今回 AKB48 の代表としてこの企画にこう声をかけていただき参加することができてすごく嬉しく思いますし、私が紹介させていただいたのは先輩である高橋みなみさんのリーダー論という本なんですけど、リーダー論といってもリーダーというよりコミュニケーションについてのこうコミュニケーション論というのがすごく多い本になっているので、今後こう社会に出ていった時にいろんな人との付き合い方とかつながり方っていうのをこの本から学んでこう人生をより良くしていただけたらいいなという思いで選ばせていただきました。私は今 AKB48 の3代目総監督をやらせていただいてて、高見菜さんは初代総監督だったんですけれども、やっぱり自分がこうリーダーになるというふうに決まった時にまずどういうふうにこう立ち振る舞っていけばいいのかっていう悩みがとても多かった時に、やっぱりこの本を読み返して、あ、なんか皆さんはこういうふうにやっていたんだなと思ったり、実際こう直接なんだろうメールを送って相談に乗っていただいたりすることもあるような先輩なので、その言葉の一つ一つにいつも励まされていて私のバイブルだなというふうに思っています。すみません、後ろもお願いします。